はい、私の方から OSS のライセンスチェックから。私の方から OSS のライセンスチェッカー、細文字のとリラックスの話をします。ライセンスの話はどういうふうに、導入しようかなというふうに、来る前に考えてたんですけれども、ちょうどあの東芝の林さんのディストリビューションのところでライセンスの話をちょっと振ってくれましたんで、まあその辺は、もう皆さんある程度分かってるというで進めていきたいと思います。まあ今日のアデンジャーですけど、一応まあ軽く自己紹介。1991年ということはもうまあ大体土地はもうバレてるんですけど、まあ一応ニュースの組対開発部署に入りまして、まあその時そこに座ってらっしゃる上田さんが営業の方で。またそういうのばかりする仕事をしておりまして、そこから上田さんとの付き合いが始まったわけですけども、まあその後、まあ見てもらって分かるように、まあ、ちょっといろいろやってたんですけども、まあBSD OS としてはUnix の BSDK やシステム5、あと FreeBSD とか、まあ途中から変わってLinux が流行り始めて、 Red Hat とかこんなのとか、まあなぜか PS2 とか PS3 Linux とか、なんか普通の人がやらないようなことができたので、まあソニーに入って、まあちょっと面白かったことなんですけども、まあ最近、まあソニー近辺の Linux、まあ当初はモンタビスタとか使ってたんですけども、まあいろいろあって、今の独自なものをやってたりとか、ちょっと皆さんデビアン使ってて、肩身が狭いんですけども、ウブンツとか使って、Linux をやってます。まあ、デビアンだよまあそうなんですけど、はい。まあ、じゃあソニーが Linux を使って何をやってるかというと、まあそもそも Linux オープンソースソフトウェアなので、まあそれなりまあいろいろバグとか報告されてるんですけども、まあそれをいろいろ使ってると、ソニーの機器でいろいろテストとか走らせてくれると、まあ品質的な問題がちらほら出てくることがありまして、そういうものをソニーの品質の基準に合ったものに直したりとか、あとはもうライセンス的なところもまあぶっちゃけディストリビューションのところはあまり気にしないところもあまり気にしないところもあったりするので、そういうところを厳密にやったりとかいうところもしてます。あとは最近いろいろなところで脆弱性の話が出てますけども、地域とはいえ脆弱性も最近は見ていかなくちゃいけないところで、脆弱性の監視チームとかを作ってセキュリティの対策もやっています。あと右側の追加開発っていうのは、このジャンボに出ていらっしゃる方だったら、今日の午前中にキムさんとか、いなかったの、キムさん、いなかったんですよ今日はあとクランクさんとか、要はソニーで組み込み決め系 のいろんな新しい技術をやってるメンバーもいて、そういうところから最新の技術を持ってきて、そういう地域に集めようと。で最終的にはそういうものをまあ私も含めてLinux のエキスパートの方で、まあカーネル、ドライバー、ユーザーなどを含めて、専門家によるサポートを実際に商品を作っているところをやっていって、やっていく、実際に商品を作っていくということをしています。まあ一般向けの商用リナックスよりはちょっとこう広い範囲で、もうちょっとビジネス消費地域向けにできることサポートをやっていくという感じですね。まあはい、で一応これこう一応私これの最初の頃からいろいろ絡んでるんですけども、2003年頃から、懐かしいの国運という名前の知ってらっしゃる方にどれくらいいるか分からないですけども、ハードディスクだけのビデオレコーダーが最初に Linux でありまして、その後、テレビとか、カーナビ、最近ではハンディカム、サイバーショットとかウォークマンも Linux 使ってますし、アルファももちろんそうですね。で2010年くらいからは、今度業務機器向けで、
リナックスを使うようになって、それ最近はその R&D 的なところにもリナックスを使うというような流れになっています。まあ、最近の事例だと、左側の方はあまり日本では大々的にやってないんですけども、CES の2017で発表したフューチャーラボプログラム、FLP、ソニーの FLP というのを N っていう機種があるんですけども、これは我々の Linux を使って、やっていて、そこの、URL を見てもらえればどういうものか分かります。あと、まあ、最近発売された Alpha9、まあ、5月20日やってましたけども、これももちろん、ソニーの Linux を使ってさあプロダクトの例になってます。はい、でじゃあこの辺はちょっと実際よくて、OS レートのライセンスの話をちょっとしたいと思うんですけども、で、まあ、OSS のライセンスとは何かということで、まあ、OSS を使う上で遵守すべき使用条件という、ことです。で、ソニーの中では一応オープンソースソフトウェアライセンスの、取り扱いガイドラインというものがあって、それに従って、まあ、使用条件を守るように、進めています。このように OSS というのは無料で使えるものですけども、無条件で使えるものではないイコールではないというところが重要で、ライセンスに対する正しい理解と、適切な対応が必要と、いうことです。で、実際世の中の OSS がどういうライセンスになるかというのを、これブラックダックというライセンスとかを調べるソフトを出している会社のホームページからデータを引っ張ってきたんですけども、こういう感じになっていて、これ見てわかるのは、まあ、ライセンスって世の中たくさんあるんですけども、上位の 10個のライセンスを、だけですでに全体の 90% をちょっと超えてるのかな、 91% という感じになっていて、まあ、ぶっちゃけここに書いてある10個のライセンスがどういうものであって、どういう取り扱いをすればいいのかっていうのが分かっていれば、まあ、まあ、なんとかなるよということで、ライセンスを調べる上では、OSS がどういう、このうちのどれに該当するのかというのを調べるということが重要になります。で、本題、で、で、最近まで、最近 Ubuntu を使うまでは、結構小さな組み込みのOS をやってて、まあ、多くても100個くらいの OSS だったんで、その時は結構手作業でやってたんですけども、最近 Ubuntu ベースの、Linux に、を使うようになって、OSS の数が、まあ、数えたら810個もあったんですね。で、これはとてもじゃないけどライセンス手で調べられないっていうので、それでいろいろ世の中を探してきて見つけたのがフォソロジーっていうツール。で、これを使うと、まあ、今まで手作業でやってたのが結構自動化できて、まあ、ライセンスを調べるのが楽になりますというのが今日の話ですね。で、実際にはどういうふうな、ものかという一つの例なんですけれども、まあ、よくある話の GPLv3、LGPLv3 というライセンスがよく問題になってくると思いますけど、我々が調べた Ubuntu のバージョンの中では、それが144個ありますと。で、そのうち、じゃあ、まあ、いくつかのやつは例外条件適用できて、まあ、GPLv3 だけで大丈夫。あと GCC とか、ビルドするときに必要なものは、商品に乗らないから、まあ、削除しちゃえばいいじゃん。ということで、残り、22個ですね。これは、これとあとそれに依存するパッケージ28個、合計50個。これはなんか対応しなくちゃいけないということ。まあ、ホソロジーで、分かったと。じゃあ、ホソロジーって何だと、というところで、これからちょっと説明ありますけど、まあ、ソフトウェアのライセンスと著作権情報を検出できる、無料の OSS ということで、もともと HP が中心で開発が行われてて、2007年から GPLv2 で公開しています。
現在のバージョン 3.1.0 が最新です。恐ろしいなドキュメントの日本語のあるやつもそこに URL があって、そこで参照できます。でちょっと私が調べたやつはちょっと前に調べたやつなんで 3.1.0 の RC2 というやつなんで微妙に最新のものとちょっと違う可能性があるんですけど、その辺はご了承ください。でまあインストール等のことっていうのはちょっとこの辺はちょっと省かせていただいて、まあポソロジーをインストールして、するとそのサーバーが上がってそこに、ウェブブラウザーでポソロジーのサーバーをアクセスするという仕組みになっています。で、そうするとこのような感じでポソロジーのスタート画面が出ていきます。で、まあ、一応管理者の方に、名前とパスワードを登録してもらってログインすると。で、まあ、ログインするとこうブラウザファイルをブラウザする画面に、自動的に、なりますんで、なります。でここに今ポソロジーに登録されている OSS の一覧が出てきます。で、まあでまずそのポソロジーにかけるときはライセンス情報を確認した OSS をのソースコードをポソロジーのサーバーに、アップロードします。一応メニューからアップロードっていうのがあって、それからフロームファイルっていうやつとローカルのこの、まあ、ブラウザーが起動しているマシン上にあるファイルを選択して、載せる。で、まあ、いろんなこうオプションが出てくるんですけども、まあ、この辺は見ていただければ分かるんで、まあ、適当に設定していただいて、まあまあ、デフォルトの状態でも多分大丈夫だと思うんですけども、一番下にアップデートっていうボタンを押すと、処理が始まると。で、まあ、でこの上のところに今処理やってますよみたいな表が出てくるんで、そのクリックリンクをクリックしてみると、こう、今ちょうどいい状態、まだこれ処理をしている最中ですね、でなってるんで、まあ、あとは別のことをやってるかとか、まあ、待ってるか、まあ、それはお好きなようにという感じなんですけども、まあ、コンプリートになるまで待ちますと。で、全てがコンプリートになるとこんな感じで緑になって、解析は終了で、今度ブラウズの画面に戻って今アップロードした、ここで SED の、操作アーカイブですけど、これをクリックすると、ここにライセンスの画面が出てくる。で右側にが個々のファイルのやつなんですけど、左側が結構使えるというか、私的には使えるところなんですけども、左側にあるのは、ライセンスの一覧、ライセンスの名前とそのライセンスの、そのライセンスのファイルがいくつあるかっていうのが、表示されます。で、例えばその左側の GPL2.0 プラスっていうのをクリックすると、こういうふうに GPL2.1 って判断されたファイルのリストが、まあ、出てきます。で、まあ、一個一個クリックすれば、なんで、大抵パターンマッチで、その、ソースコードにこう、GPL2.0 みたいなのが書いてあって、そこをマッチしてるだけなんですけど、そういうのも、どこがマッチしたかっていうのを細かく見ることができます。で、もう一つ先ほどゲップファイルというフォーマットがライセンスであって、それに変換している最中だった話もあるんですけども、ポソロジーは一応データをエキスポートしてゲップファイルで吐くこともできます。これこの先ほどその、デビアンのリンクは先ほどの林さんが示したのと全く同じリンクだと思うんですけども、これの形式で DEP ファイルの形式のファイルが生成されます。まあ、こんな感じですね。ちょっとポソロジーのやつは確かに DEP ファイルが出るんですけど、私としてはちょっといまいちな感じ、もうちょっと頑張ってくれないかなという感じなんですけど、一応 DEP ファイルといえば DEP ファイル、DEP ファイルですね。で、これだけでは何なんで、ポソロジーで、我々のルンツベースの200層
チェックしたときに GPL-V2 の OSS を調べて GPL-V3 のファイルの本を見せたケースっていうのを2件ほど紹介します。まず GDIV っていうパッケージ、これちょっとしたいろいろなストリング処理とかいろんな細かい、機能が入ったライブラリーで、多分これを使わないでプログラムを書いてる人はあまりいないと思うんですけども、そもそものライセンスは LGPLV2 です。で別にこちらも別に何か思惑があってこれを調べようと思ってなくて、全部のパッケージを調べてたまたまずっと見てったらば、GDIV の中に GPLV3 のファイルがあったと。でそのうち、4つあって、そのうち3つ、3つのうち2つは、コンフィガーが吐くオートコンフのエクセプションで問題がないと。で、LT メインっていうのは LIV2 エクセプションって言って、これも GPLV3 の例外条件に合致するんで、これも問題ないと。で問題は最後の、GNU LIV の下にある Verify.h っていうのは、これ GPLV3、これどういうことなんだということで、GDIV の開発コミュニティに連絡しました。そしたらなんか次の日にメールが来て、これなんかこのファイルを生成する時のミスだからごめんねみたいなやつがあるんで、この直しとくからみたいなメールが次の日に朝に来ました、はい。でまあ、単なるバグですというところで、このメール自体は次の日に来たんですけども、実はずっとそう言われてもずっとそのままほっぽっととかって置かれたんですけども、なんか久しぶりに3月くらいにこれそういえばこれどうなってたかなって見たのは、なんか3月の終わりくらいにこっそりとなんか、コミットされてて修正されてました、はい。ということで今は大丈夫です。2番目、アップスタート、使ってたのが Ubuntu の14なので、まだそのシステム D 使う前のアップスタートが、スタートアップのユニットの機械で、これもライセンス上は GPLV2 になってます。でも、調べたらばいくつか出てきました、はい、GPLV3 の中では。で、2016のニュース、これ、ニュースファイル、これは単なる保険室、中身は見ても問題ないです。で、次のテストコンフになったんです。これ、名前の通り、テスト用のスクリプトなんで、まあ問題なし。次の LAN API なんとかも問題なしですね。で、最後の initchecconf.cell っていうのは、これ、アップスタートの設定ファイルのチェック用のスクリプトでした。で、なんでもともとライセンス、GPLV2 なのに、これの GPLV3 のやつが入ってるのかっていうことで、ちょっと、なんでだろうなと思ったら、いろいろ調べたら、このイニットチェックコンフっていうのは、Ubuntu の開発者が、アップスタートの中に、パッケージングするときに、後から入れた。後から入れるときに GPLV3 のやつを、入れちゃったということなんで分かりました。で、単にこれファイルチェック用の、設定ファイルのチェック用のスクリプトなんで、単にファイナルパッケージから覗いても、別にアップスタート動くから問題ないよねっていうことで、対応して終わるというような感じで進めます。で、まとめ。で、一応、こんな感じで OSS、我々のリラックス、Ubuntu スペースのリラックスペースで、OSS のライセンス対応を細切りに使って、効率よくできましたという話です。はい、以上です。はい、ありがとうございます。何か質問とかありましたら、コメントでいただければ大丈夫です。質問というか、コメント。はい、どうぞ。さっきのデコタイプの話で、我々もやっぱりゾロでちょっと実際やってるんですけど、で、やっぱりこのパスが多分もうなんかすごいなと思ったりとか、あとは実際これ出来上がったものをコミュニティというかパッチのメンテナンスとかね、デビアンの方に
キャストをしてフィードバックとか来たんですけど、やっぱりそのままだとちょっとバイチーな感じですね。でちなみにあのデビアンの方は僕はあんまりデビアン自体をちょっとすでにデビアン使ったことがないんで、ちょっとデビアンの状況は分かってないんですけど、あの少なくとも Ubuntu の、 あのデビアンコピーライトファイルはかなりまともです。あのかなりまともっていうのはほぼデブファイル のフォーマットに変換されて、しかもあのさっき言ったみたいにあの取りこぼしてるのがいくつかあるんですけども、結構 Ubuntu の管理者が真面目にデビアンコピーライトをちゃんと書いててくれてて、結構あの信用できます。あの 100% ではないですけど、 100% はではないんで、やっぱりあのコスロジーみたいなやつでざっとかけてチェックしないといけないと思いますけども、あの少なくともさっきのデビアンの話を聞いてる限りは Ubuntu のコピーライトファイルの方はかなりまともだという状況だと思います。なのであの多分デビアンでいろいろあった時には、まずあの Ubuntu でどうなってるのかを確認してからやると早いのかなと、思ったりするんですけども、ちょっとその辺 のコピーデビアンコピーライトのファイルを誰がどうやってあの管理して、 Ubuntu の場合どうやって管理してるのかって、そこまでは私もよくわからないんで、なんでこのデビアンがこんなダメダメ状態なのかっていうのはちょっと私も今日来て初めてあの聞いてちょっと衝撃を受けているところなんですけども、デビアン自身もあのではパッケージメンテナンス次第なんですけど結局そのやってるパッケージに関しては最新の仕事とか見ればどんどん入ってるものが入ってるんですけど、やっぱりこうやってないものに関してはあの、まあ、そこをちょっと実際にオートジェネーションしてあのちょっと手直ししたのも投げてくるようにやってはいるんですけど、まあ、Ubuntu の方もそれデビアンを最新 のベースにしたものがそのまま入ってるのか、Ubuntu のメンテナンスが本当に個別にやってるのかっていうのをちょっと知りたいところで、ちょっとあの私の経験っていうか実際にやっ、これをその投げた時に、デビアンの Zリブだったんですけど、メンテナンスが返ってきたのはあのデビアンのディレクトリの下のライセンス情報が不十分だと、あの実際なんかあのファイルズ そのデータにもうなんか入ってなかったんですけど、あの自動生成したり、あの例えばデビアンのパッケージで個別にこう意図的に覗いているファイルの丸がそれをまず書かなきゃいけないっていうの と出てきたものに対してそのデビアンの下のファイル一個一個に対してあのちゃんと本当細かいちょっと情報をあの足し直したっていうようなこともあったので、まあ何かそのまだそういう意味では結構課題がいろいろあるのかなっていうふうには思います。っていうすいませんポイントです。ちなみにあのさっきあのセルフビルドクロスビルドの話があったと思うんですけども、あの我々はもうクロスビルド諦めてあの物量でセルフビルドを全部してます。それは全てのアーキテクチャで、まあ昔はそうだったんですけど、今はもう ARM と PeriaS6 に修練されてるんで、あの、はい、それだけあれば今は、まあ、ハイキーとか安いんでハイキーをこうたくさん並べて、たくさんつっても今4台くらいかな並べて、さっきの810個やると多分160時間くらい、うん、でちょっと今考えてるのはあのジェットソン TX2 が出たんで、それを多分それやると半分くらいになって、まああの例えば8個、まあ、倍にすると計で4分の1で40時間くらいになるから、まあ40時間くらいになれば例えば土曜日に仕掛けて、まあ、月曜日に会社に来ると、まあ、フルビルドできてるかなって、多分 それくらいまでにはまあセルフビルドでもできてるんで、まあ、あのぶっちゃけ僕もあの昔のやつはクロスビルドでやってたんですけど、あのクロスビルドが大変なのはあのすごく分かります、はい、あのそれは大変だと思います。でそれをもうあのあっさりと諦めたというか、もう逆転取ってやってます、はい。あの今後そのアーム服用のサーバーとかが設定できると、まあ、あの 今でもすでに多分あのソフトバンクとかがアームのクラウドとかやってるんで、多分そういう、まあ、お金かかるけど、まあ、ちょっと実際に買ってビルドして環境を作ってやるのと、あの
クラウドでやるのと、まあ、最終的にはお金の問題になってくると思うので、まあ、多分世の中はアームサーバーこれからクラウド出てくると思うので、どんどん安くなってきて、そのうちみんなクラウドで簡単にビルドできるようになるのかなとそういう淡い期待をしています。はい、その件だったら去年の OS Linux コンの時にありましたけど、30万円で AMD にも確か AMD だと暗黙用のサーバーが、まあ、確か30万円ぐらいで海外とかです。オーバードライブって名前だと思うんですけど、いや、あれは多分あの後と入手困難になって困難になって今なんとカピウムさんが出してるやつを買うっていうぐらいしか物理的なやつはないですよね。どのくらいのパワーが必要になりますか。はい、まあまあ基本的にはコテックの何だか忘れたけど 1. 何ギガとかそういうレベルですよね。ハイキーの出すやつは広くなるとかってあれは2ギガとかがもう8コアで、あとあの多分M2 のストレージがつながる。ハイキー使ったのはかなりすごい安いからぶっちゃけ30万だと決済取らないでいけなくなっちゃうんで、そうですねそういう話になっちゃう。あとさっきなんか私ちょっと言ってたんですけど、 QM 使って BFNT でほぼセルフビルドみたいなのもありますけど、はい、あれ使うのってなんでダメなんですか。だからというかそれよりはターゲットでやるのが早いというか、ぶっちゃけ私が調べた範囲では、そもそも Ubuntu、まあ、デビアンも分かんないけど、少なくとも Ubuntu の人たちは、Ubuntu のサーバー上でセルフビルドしてやってるっていうふうに聞いてるんで、まあ、実機でやるのは、まあ、一番間違いがないかなというところで落ち着いてます。そうですね。だからもうそこはハマりたくない。そう。それとはもちろんそこ、はい。お金で解決できるんだったらお金で解決するという愛の方法です。逆にデビアンのものをターゲットしてるんだったら、デビアンプロジェクトと一緒にこれやろうっていう話ですか。そういうのもあるかもしれないですけど、そこまでは話は。してないです。そっちの方が安上がりで、継続性があるっていう意味では、先生さっき、ブラックダックっていうツールがあるじゃないですか。はい、あれと例えば比較すると、ほぼ同等のことができてるんですか。はい、そうですね。実はそういうこともあろうと、なんかこんなもの実は用意していまして、プロテックですね。何が、同じことできますけど、プロテックお金かかります。で、お金かかるのは、これ、調べるソースコードのサイズで決まります。で、ぶっちゃけ800個なんて言うと、多分ギガの世界なんで、1両100千万、10万、1000万円、3000万とか、そういう、風になっちゃって、はい、というところです。ちょっと仕組みが違うのが、はい、コソロジーはライセンスのスキャナーなので、どう宣言するのかっていうのを見るツール。プロテックスはソースコードの作りまで見て、何かと一致してないかっていうので見るツール。なのでちょっとやり方は違う。一応これビデオのアーカイブはブラックダックの人も見る可能性があるんでフェアにフォローしておきますけれど、今浅場さんが言ってくれたように、フォソロジーとブラックダックのプロテクスであるとか、そこら辺との違いっていうのは、フォソロジーっていうのは僕はこう言ってるんです。正直なソフトウェアエンジニアのためのツールだってっていうのは、例えばコメントであるとかそういうところにあるGPL であるとか、そういう言葉をパターンマッチング、ストリングのパターンマッチングで、それでライセンスの同定をしてるんで、不正直なソフトエンジニア、例えばコメントにあるライセンスの情報なんかみんな消しちゃうなんていうことをやる人にとってはこれ使えないんです。その一方でプロテクスっていうブラックダックのプロテクスっていうこの商品は、もともと
ソースコードのパターンをデータベース化してあるんで、だから例えばあるところからこうちょっとあれなんですけれど、この間うちの会社の中でっていうか、あるところでなんですけれど、なんとスタックオーバーフローの質問サイトから質問文のところのコードをコピペしたなんていうのがあったんだけど、どこでやったか知らないよ。でそれなんかはプロテクスはちゃんと検出するんだけれど、だけれどおそらくフォソロジーが検出しないです。それから最終的に製品を出すときに OSS ライセンス、OSS ライセンスまとめるじゃないですか。それに大体コピーライトであるとかそういうのを併記しないといけないということになるけれど、そこら辺の検出っていう、そこら辺の最終的なまとめの時に使うツールとしてなんかもこれすごくよくできていて、相当省力化ができる。で、一方でプロテクスであるとかそこら辺というのはそういう精密なチェックができるのに対して、あんまりこのリスティングであるとかそういうのってあんまり得意じゃないような印象を持っています。で、あと値段のところの問題ももちろんありますし、あと布施さん触れてなかったんですけれど、結構この間僕がホソロジーの現場で見てびっくりしたのは、バイナリーコードの中からも結構いい調子でテキストを拾ってくるんですよ。だからバイナリーコードの中に GPL ライセンスだけが OSS ライセンスと思しきようなストリングが埋もれてると、それをまた結構書き出してきてくれるんで、よくバイナリーになるともうみんな諦めましょうって僕も基本的にそうだと思ってるんですけど、でもバイナリーになったものについてもそれなりに何か拾ってくるっていう面白さがある。で、なんだかんだ言ってもこれオープンソースソフトウェアで無料で使えるっていうことと、あと、実際ヒューレットパッカードも開発にまだ参加してるんだけど、 Linux ファンデーションがスポンサーしてるっていうことで、すごい安定した OSS だっていうことも評価できると思います。さらに布施さん触れてないけれど、 SPDX のファイルフォーマットで出すのも非常にきれいに出してくるっていうアドバンテージもあります。というわけでブラックダックの皆さん、ビデオを見てた時にはあ、びっくりしたこれはないよ。すいません、さっきの GLIB のページもあったんですけど、どのファイルかを、GLIB の GNUGLIB っていうのがあって、その下のファイルページで、もうちょっと詳しい話をすると、通常の、Ubuntu のコンフィギュアの結果、コンフィギュアの結果を見る限りは、通常の Ubuntu はこのファイルを使ってビルドされてません。コンフィギュアの結果次第でこのファイルを使うかどうか決めてるんで、通常の Ubuntu のパッケージを使ってれば汚染されてないです。はい、そんなものでよろしいですかね。あと Ubuntu だとデップファイルがなんかしっかりしてるっていうの、多分メインのいくつか分かれてると思う。メインだと多分ちゃんとやってて、でそれは多分デビアンにもちゃんと戻してるはずだと思うけど、いや最近サボってるから、ね、デビアンって多分デビアンチームになってうん、今話はなくなっていたのかな。で今だからそれだったら絶対おうじゃないかっていうのは僕らの違うの、弊社の話で、Ubuntu は一応売り物も作っているんで、まあ、その辺はちゃんとやっときたいなっていう。で、なんかサクッとググってたら、多分これメモ帳なんで決まり事じゃないんですけど、もう2010年頃になんかライセンスレビュープロセスインプロブレントスペックとかいう部分の域があって、まあ端的にはちゃんとその辺クリアにしていきたいみたいな、相当昔からなんか一応ちゃんと議論みたいのが残ってました。これ多分ただのメモ帳だと思うんですけど、またつぶやいておきました。はい、もう一つだから気になるのは、SPDX とデップファイルの互換性のところで、微妙に違う、大体いいんですけど、微妙に違うのは、どういうふうにこう、なんか扱うのかっていう、もうちょっとなんか、Linux ファンデーションと、
そうですね、デジアコミュニティはデジアコミュニティで、これちょっと足んないんだけどなっていうのを提案してるんだけど、それが SPDX の標準にはなっているっていう、それが多分違いだと思うんですけど、基本はグッドファイルと SPDX とほぼ互換なんですけど、微妙に違うところがあるっていうのは大体思うんですけど、なんか両方ともあのサポートするのは機械的にあのこれで、あとでプロセスするのがすごい楽なんですけど、はい、じゃあどうもありがとうございました。